のラジオンパレード。どうも、天候パレードのちはりんとみゆです。はーい、イエーイ、わーい。はい、今ここは伊原の里駅というところに来ておりまして、はい、今日は今からイコラモールさんでイコラジオの、あーでしょー、あーめっちゃバイバイはい、ラジパレの収録に行きたいと思いますので、はい、今からちょっと歩きながら動画を撮りたいと思います。道案内しましょうか。道案内、え、もうマジめっちゃ遠かったんけど、あ、短い。うち京都から来てるんですけど、あの2時間かかりました遠かった。田舎やなんもないからそんなん言うたらあかん怒られる。そんなん言うたらあかん。怒られますね。はい、今ね、あのちょっと改札見るの忘れたんですけど、無事ですよ。え、無事ピカチュウピカチュウの自販機。え、絶対変わるやろ、こんなの。あの、この改札出てください。で、ここから行きまーす。まっすぐ。マップ見たらわからんから、私はマップ見ます。だってそう、ずっとまっすぐですね。じゃあ、ずっとまっすぐ行って、また着いたら撮りたいと思いまーす。はい、イコラモールさんに到着しました。わー、めっちゃすぐやったな。結構すぐでした。こんな感じ。すすすすすすす。こんな感じです、ね。弥生県が珍しいですね。弥生県。いや、でもほんまに歩いて2、3分とかやったの。めっちゃすぐやったな。まっすぐ進んで、すぐでした。すごい。なんもない良さそうなところにさ、急にボンって出てくる。確かに。なんかドンキとかもありました。そう、ね、結構いい感じですね。駐車場が広いです。で、私たちはお腹が空いてるのでご飯を食べたいと思いますので、パンケンしに行こう。フードコートあるかな、わかんない。イソミーが言うにはあるっていうか言ってた。そう、来たことあるから、あの人は。そうだよな。ケンタッキーある私のケンタッキー、あ、あるわ。え、あれ違うか。え、どこ。こんな感じ。あ、わか、あんまわからんか。あ、わからんな。あ、え、でもさ、結構広いで。こんな感じです。上が吹き抜け見せ方え、どこ行く。ちゃんとちゃんとなんかイオンみたいな感じ、ね、とりあえず上ちょっと上上がってみる。上、うん、フードコートってでも大体1階な気がするけど。え、そう、なんか3階のとこも悪くね。え、地図見ればいいんだけど地図がね、ないですね。ちょっと1階上、とりあえず行っちゃう。私たちの今目の前にラジオの収録ブースがあったので、ちょっと見に行ってみたいと思います。一回行こう。めっちゃ目の前や。で、ほんまに入って正面のエスカレーターを上がってすぐ。すごいですね。ドキドキ。私たちが収録するのはもうちょっと先の時間なので。え、なんかおもろい。すごい。こんな感じだ。そんななんか学生とか見るわな。見るわな。ということで今上がってきたんですけれども、こんな感じ。じゃーん。撮影ブースだ。撮影収録ブース。収録ブース。なんか言ってたもんな。そう。イズミンとかウサミンがめっちゃ見られたみたいな。そう。ここであの一応外から見れるようになってて、まあ私たちがいつ行くかとかちょっと。ね、わかんないんですけれども、今日は私たちがここで収録をしたいと思います。じゃあご飯探しに行こう。はい、今ね、あのイコラジオさんの方に来ましてですね、収録前なんですけれども、ここにね、スタジオ情報っていうのがありまして、ここになんと書いてくれということでございまして、今から行きたいと思います。ミュウが撮ってます。なんかこれ外にな流れるらしいねんけど、恥ずかしいな。私らのラジオが。でもさ、これでまあ見てくれる人がいるってことだよね。確かに増えてくれたらな。嬉しいね。収録時間は何時やろ。まあ4時ぐらいからやろ。30分ぐらいかな。そう、1時間ちょっと撮るわけではないので、ここで。そう。で、放送日がなんと
スノーマン発売日2月2日でございます。っていうかこれ見てる頃には2月2日なんです。確かにこれ見てる頃にはもうね、これ見てる頃には2月2日発売しちゃってるんですけど、あ、2月2日の水曜日と3日、そうの木曜日の19時からでございます。1時間です。でパーソナリティが私千春と美優です。イエーイ。ここのなんか下の部分は何でもいいらしいんですけど、何描きます？何描く？何描こうか。トカゲの絵描いときや。トカゲ描く？じゃあ私のピチュー描いたろか。どうする？なんで描こうかな。頑張ります。って感じ。見てねーみたいな。書きにくいので、こんなことができることを今知りました。書きやすいですね。だって、なんて書くの？やばいな、初めてや。緊張してます。緊張するよな。マジで。イズミンとウサミンは全然大丈夫だよって言ってたけど、それはゲストや。私たちのね、あのラジパレになってから初めての収録。そうやな。よかな。緊張してまうわ。大丈夫これ音楽著作権。わかった。知らサインだけ書いとこう。あ、いいやん。私も書きたい。はい、カメラ交代。カメラ交代。いい感じやん。イエーイ。ということで、アフタ持ってる。はい。じゃあ今からね、収録していきましょう。イエーイ。天空オンパレードのラジオオンパレードをご覧の皆様、私たちは神話の世界を歌にするアイドル天空オンパレードです。はい、今回司会を務めさせていただきますちほりんとみゆです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はちほみゆですね。いいですね、安定のコンビですね。でもちょっと今日背景違いません？違いますね。ここどこです？いつもの白壁じゃない。いつもはね、私たちの事務所のアイドルテラスっていうところで撮ってるんですけれども、今日はなんとイコラモール泉佐野の、イコラモール泉佐野店さん、イコラジオさんの方に来ましてですね、はい、その収録のブースに来ております。イエーイ。初めてや。イコラちゃん、イコラちゃんがいます。はい、このね、今回この放送させていただいているイコラジオとは、日本初のショッピングモール内にある放送局で、地域情報をはじめとした様々な情報を幅広く配信しております。またですね、今回の放送でも、もちろん楽曲配信をね、させていただいたりだとか、視聴者からの質問コーナーもございますので、楽しみにしていただけたらなと思います。はい。イエーイ。はい。今回ね、イコラジオさんの方に、まあこうは、私ね、今日2時間かけて来てるんですよ。と、はるばるやってきて、もう京都からさ、大阪来るだけでさ、2時間かかると思ってなくてさ、ちょっとした旅行？旅行やな。今日乗り換え5回してますからね、私。遠すぎやろ。ね、はい、せっかく来させていただいたんでね、ここのね、アナウンサーの安藤さんと今日はね、ちょっとお話をしたいなと思っておりますので、安藤さんよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ご紹介預かりいただきました。ありがとうございます。安藤です。よろしくお願いします。さあ、初めまして、画面の中では、はい、はい、あの、いつも拝見しております。ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛いお二人にご登場いただいて、も私もウキウキして、もうテンションがね、ほんとマックス状態でございます。ありがとうございます。
さあ、イコラモール泉佐野にようこそお越しいただきました、はい、ありがとうございます。お邪魔しております。はい、千穂ちゃん5回乗り換えということで、はい、5回乗り換えてきました、今日、はい、はるばるありがとうございます。さあ、いかがですか、イコラモール泉佐野来ていただきましたが、なんかエスカレーターを登ってすぐにあったから、うん、なんかおみたいな、わかりやすかった。なんか2階にあるっていうのは聞いてたんですけど、そんなエスカレーター上がってすぐと思ってなくて。なるほど、ドーンバーンって感じ。いや、そうですね、急にボンって現れた。、まあ、とりあえず2階って聞いてたから、はい、上がってみよっかって言って上がったら、え、ここじゃねって。よかった、迷わずに来ていただいてありがとうございます。わかりやすかったです。ね、そして早速ファンの方が、ね、うん、お写真を撮ってくださったり。そう、ね、はい、ね、すごい、ここ嬉しいですね。めっちゃ見られるような空間、ね、そうなんです。実はね、本当に、はい、ガラス張りのサテライトスタジオになっているので、うんうん、お二人の顔をバッチリね、皆さんにね、はい、見ていただくことができるので、もう手振っておきましょう、よろしくねみたいな。さあ、本当に明るいノリで、はい、登場いただきましたお二人なんですけれども、はい、私初めてお会いするということで、はい、いろいろとねお聞きしてみたいと思うんですが、こちらに来る前に、はい、イコラモール泉佐野でお食事をされたとか、はい、あ、そうなんですよ、はい、ちょっと探検しようかなっていう感じで、うんうんうん、はい、その探検がてらにこうお昼ご飯も食べようかなってなってたんですけど、はい、フードコートはな、そう、ちょっと見てみたんですよ ね、ええ、でも食べたいものがなくて、なかった。そうだけどね、今日のその気分ね、そう、はい、なるほど、なんか気分的にパスタの気分だったんですよ、うん、自分たちが、なるほど、で、うん、フードコートを見て降りて、はい、レストラン街の方に行きまして、はい、たどり着いた先は、はい、サイゼリア、はい、なるほど。安定の、はい、安定、安くて美味しいサイゼリアさん、いただきました。さあ、何のお食事が好きですか？今パスタの気分って今日はね、はい、うん、おっしゃってたんだけど、うん、他にこんなメニューが好きだよとかあります、お肉が好きとか魚が好きとかあると思うんだけど、は私はいかがですか？もうずっと言ってるんですけど、フライドポテトが好き。ああ、もう私も好き。それは何味で食べたい？何味、うん、何味っていうよりかは、やっぱり塩味。あ、でも塩もいいですね、うんうん、でも、うん、私のフライドポテト愛なんですけど、三日月型のポテトってあるじゃないですか。わかります。あれは嫌いなんですよ、うん、あ、そうなの。違った。なんか結構どっしりとしてるから私は好きなんだけど、うん、あれじゃなかった？あれはちょっと許されないと。なんと許されなかった。イボイボしいポテトじゃなくて、はい、このめっちゃ細長いもうマクドナルドとかの、そう、フライドポテトが好きなんですよ。え、サクカリ？あ、そうです、そうです。しかもこれどこのお店がいいとかっていうこだわりがあって、もうマクドが一番ね。マクドナルドが一番理想のポテトです、ね、そうだったんだ。じゃあ必ず行くと頼みますよっていう。あ、割と高いですね、頻度は。そうだったんだ、はい、じゃあフライドポテトがお好きということで、ね、はい、じゃあちほちゃんはいかがですか？私は最後の晩餐は唐揚げとお寿司が食べたいです。なんとなんと、唐揚げもお寿司も2つも欲張っちゃいましたね。いや、唐揚げも、はい、なんか桃と胸肉あるじゃないですか。ありますよ。でも意外と胸肉の唐揚げが好きなんですよね。え、わかるわかる。なるほど。王将の唐揚げが好きなんです。わかる。でもジューシーだよね。あ、そうなんです、うんうん、なんか胸肉やのに全然パサパサしてなくて、うん、もう何が美味しいって、魔法の粉、魔法の粉、餃子の王将特有の粉が、なるほど、そう、塩コショウめっちゃ好きで、なるほど、で胸肉の唐揚げが好きですね、はい、もう好きなんですけど、うん、胸肉の方が割と好き、で唐揚げ美味しいよね。唐揚げは美味しいですよ、うんうんうん、分かる分かる、店出店か、はい、でも絶対食べますね、うん、美味しいもんね。ちょっとカリッと中は、そして胸肉だけどジューシーだったりするのが、まあ、理想ということですね。あとお寿司、そしてお寿司。お寿司も一応聞いとこうかな。ネタは何かな。え、最近はマグロ、あ、一周回ってマグロ、え、一周回った。まあ、やっぱサーモンが好きだったんですけど、わかる、私もサーモン好き。サーモン今も好きやけど、うん、なんかマグロがの赤身
が赤身、うん、ダイエットにいいという噂を聞いて、なるほど結構食べますね。あと何やろ、あ、縁側が好きです。これまた渋いメニューが出てきました。初めて聞いた。縁側ですか。縁側好き、うんうんうん、なぜそれが好きになったのか、不思議不思議。なんでやろ、いろいろ食べてみた。割と好き嫌いがなくって、うん、何でも食べてみようかなっていうことでそれも食べてみた。うん、うん、あ、まサーモン行ってマグロ行って、あのあれですね、うん、アナゴとウナギのお寿司は苦手なんですよ。別にそんな嫌いとかじゃないんですけど、うん、なんか冷たいのがあんま好きじゃなくて、うんうんうん、あったかいうな重とかそういうのは大丈夫なんですけど、はい、そういうことね。そう、それ以外は割と食べますね。なるほど。けど縁側そんなに渋いね好き嫌いあんまりないっていう。あんまりないですかね、うん、あ、煮魚はでも苦手かも、うん、あ、そうかそうか、ちょっと苦手。なるほど。青魚系の、あのサバの味噌煮とかイワシの甘露煮とか、栄養いいんだよとてもそういうのちょっと苦手、うんうん、そうか。またこれからね、うん、食べられるようになるかもしれませんし、うん、お家で料理は2人はされたりしますか。します、たまに。あ、します、たまに、ごくまれに、まれに一人暮らしやのにそうか。じゃあ主に何をみゆちゃんは食べてますか。何食べてるやろ、うん、でもいろいろ食べてるんですけど、うん、あ、でも私が家で作るってなったら、はい、ハンバーグが多いですね。あ、すごい、これすごいハンバーグ来ました。よく聞きます、はい、あ、そうなんだ、うん、好きで。ハンバーグ好きですか。ハンバーグ大好きですね、うん、はい、じゃあそのためなら野菜刻むよみたいな。あ、でも最近はあの100均でそのみじん切りの機械があって、うん、あ、え、あの引くやつあるのあるんですよ今。ブンブンチョッパーで、すごい。あ、ブンブンチョッパーっていうのはちょうどね、イコラジオのスタジオ前に、はい、ありますね、はい、売ってるんかな。売ってるかもしれないね。なんかこれぐらいの容器のやつやろ。え、そう、なんかこれぐらいのやつに、うん、玉ねぎ玉ねぎ入れて、入れて、それ丸々入れていいの、玉ねぎを。ちょっとある程度半分ぐらいに切って、ある程度切って入れて、うん、あのと、なんかレバーみたいなのがついてるんで、ひたすらこうやってバーッと引っ張るとすごい、みじん切りになるみたいな素晴らしいことを教えていただきました、うん、これちょっとネットで話題になってて、便利な、まあなんと、そうだったんですね。そうなんです。なんかやっぱ、はい、お子さんとかって包丁が危ないから、はい、お手伝いとかでそういうのに入れてやらせてあげるみたいなのが結構ネットで話題になってました。そうなんだ、涙も出えへんし。あ、確かにね、泣けてくるよね嬉しいのに泣けてくるよね玉ねぎさんと遭遇したら。だけど実はイコラちゃんの、あ、そうなんです、玉ねぎの頭巾をかぶっている可愛らしい女の子なんです。イコラちゃん可愛いでしょ。どう思いました、今日ちょっとパネルですが、こう、ね、初めて出会っていただきました。本物も歩いてるんですか。はい、ちょっとね、コロナだからなかなかね、うん、お出ましが難しいんですけど、出会ってみたい。は、はい、土曜日日曜日に、うん、あのちょっとモールの中をね歩いて、みんなね、うんうんうん、寄ってくれたり写真撮ったりとかね、うん、握手したりとかね、うん、あったんですが、ツインテールがお似合い。そうなんですよ。じゃあまたいつかね、はい、あのイコラちゃんの方にもね、うんうん、直接でやってもらいたいなと思っております。さあ、イコラジオの方に来ていただきまして、はい、選手、はい、うん、のこの場に来ていただいたんですけれども、はい、どうでしょう、こう出会う人々とは何かこう、うん、出会ったりこう話したりしたことってありますか。よくライブの方でもファンの方が、ね、たくさんいらっしゃると思うんですが、うんうん、皆さんどういうところから来ていただいたりしてるんでしょうね。皆さんのファンの方結構バラバラですね。バラバラですね。あ、この辺の方もいらっしゃいます、うんうんうん、で、何だっけ、グッパってあるじゃないですか、うん、グッパ、グッパーで、うん、あー、グッパーでホイみたいなやつがこの辺結構特有、特集、え、なんでみたいなやつじゃなかった。スーパーで、うん、でもなんとか、なんでみたいな。そうなんだ。え、この辺じゃないんかな。でも多分この辺、この辺の方やと思うんですけど。そうか、でもよくグッパーしますね。うん、そう、あれ結構地域性が出て、うん、ええ、この選手の方がちょっと特殊っていう。なるほど、話を聞いて、なるほど。じゃあまたファンの方とそういうなんかイベントがあったりとか集うことがあったら、あ、じゃあ選手の方だなみたいな、じゃあ選手バージョンでいこうかみたいな感じで。でも、うん、なんか特殊すぎて一発で覚えれるんですよね、その時に。
そっか、じゃあね、イコラジオ聞いてる皆さんもね、選手の方おられたら、すごくこうアピールをすれば、ね、天空オンパレードの皆さんにすぐ覚えていただけるかもしれないということですね。そうですね、印象残ってたもんね。素敵、嬉しい。変やったんですよ、なんでなのみたいな、なんでなのって、なんで、なあ違う、なんでなってないみたいな、えなってない、なんかね、うん、なんかそんな戦いきさつがあったのね。うう、私京都なんですけど、はい、私の地域ではグッパで組んでも怒りなしなんですよ。あ、それもなんかようわからんけど、私初めて聞いた。怒りなしなのね、うん、知ってますか。なるほど。隣の地域とかはグッパで組んでも文句なしとか、そういうことなんですけど、いろいろやっぱり地域性があったりとか。そうなんですよ。みゆは、いい、ね、私、あ、実家は私千葉なんですけど、千葉は別に普通よ。何言ってみて。グッドパーで別れましょう、だから。かわいい。関東かわいい。言いかはったね、今ね。いや、もう本当に。え、ちなみにどんなん使いますか。グッパーでホイしかないよ。え、めっちゃ短い。グッパーでホイじゃない。え、そんな怒りなしとか、そんな可愛らしい言葉はないんだけど。はい、時代を感じました。え、でも一番出しやすいやんな、やっぱり。グッパーでホイ、ね。そうですよね。さあ、皆さんいろんなところでイベントをね、されたりとか、はい、ホームグランドでもね、あの、ステージされたりしてますが、何か印象に残ったこととかってもしあったら教えてもらいたいなと思います。印象、はい、お二人の、例えばこんな失敗があったよとか、こんなファンの方がいて嬉しかったなんていう、そういった何かエピソードがもしあったら。うーん、でも、見に来てくれること自体が嬉しいですね、うん、あ、素敵ですね、うん、やっぱり、うん、なんかやっぱお仕事されてる方が多いじゃないですか、まあ、学生の方もいらっしゃいますけど、その仕事終わらせて頑張っていくぞみたいな感じだから、やっぱり嬉しい、うん、嬉しいか、うん、そうですよね。そうで、対バンライブとかやと、出番が初めの方とかだったりする、うん、6時とかやとやっぱ間に合わんっていうことが、お仕事一生懸命終わらせても間に合わんってなるから、まあ、自分たちももっと人気出して後ろの方にしてあげたいなっていう気持ちはやっぱり大きい。素敵ですね。でもそうですね、ファンの方がいらっしゃるからこそ あの活動ができるということでもあるんでしょうね、うん、そうですね。はい、ありがとうございます。ライブでは何曲ぐらい歌ったりされますか。うん、1時間だと、うん、6、7ぐらい。6、7。そしてその合間にも MC を入れたり、 MC したり、うん、まあ、コーナーっていうちょっと企画じゃないですけど、うん、ゲームしたりとか。わ、楽しそう。でもファンの方と一体になってこう楽しめるような、そんなステージになってるんですね。そうですね、この放送が、はい、あの19時、水曜日と木曜日の19時から1時間してる、はい、させてもらってるんですけど、はい、あの同じ水曜日の19時から1時間公演をしてまして、はい、まあ、それがそういった形の公演をしてます、はい、そうなんですね。また全国の方もね、はい、回っておられたということで、はい、またいろんな話をまた次回、はい、私とお話しする機会がありましたら、はい、いろいろと教えてください。ぜひよろしくお願いします。じゃあぜひぜひここで天空オンパレードさんの曲を聴かせてもらいたいなと思うんですが、今日は何の曲をかけてくださいますか。はい、ありがとうございます。はい、まずね、このイコラモールさんで放送させて、あ、収録かさせていただいてます。今日の1曲目お聴きいただきたいと思います。それでは聴いてください。ミネルバ、気持ちを絶やすな、目の前にわわらにはめ
はい、今お聞きいただきましたのはミネルヴァでした。メンバー人気の高いミネルヴァですね。高いですね。ミネルヴァは私と、はいはい、違う、私や私がね、うん、振り付けをさせていただきましてですね、すごい嬉しいですね、人気が高いことはね。去年のね2000テンパレ楽曲大賞2021の3位の曲でございますね。嬉しい。はい、ということでここからは質問コーナーに参りたいと思います。イエーイ。はい、このね質問コーナー、ご応募いただいた皆さんありがとうございます。ありがとうございます。こちらはですね、質問読まれた方にはライブ会場とか、直接の、はい、直接のお渡し、そして事務所にご連絡いただけたらプレゼントのご郵送もできますので、この質問コーナー読まれた方にはラジオンパレードのメンバー個別のオリジナルステッカーをプレゼントさせていただきます。はい、これぜひねみんなで揃えてほしいですね。揃えてほしいですね。はい、はい、ということでじゃあみゆさん一つ目の質問お願いします。いいですか。はい、はい、それでは一つ目の質問です。ラジオネームびっくりモンキーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。質問、天空オンパレードのメンバーを動物に例えたらそれぞれどんな動物になりますか、という質問です。え、むずいむずいな、むずいな、むずいな。え、でもアマネはカワウソやで、私。あーぽいぽいぽい、カワウソ、カワウソかな、なんか、でも自分でも言うてる。そうやな、そう、カワウソって。え、ウサミはウサギって言ってあげたいところやけど、ハムスター。うん、ウサギではないなあれはね、ウサギではない、うん、ウサギではないまた怒られる、こんなん言ってたらえ、リンカはなんか小動物みたいなのがリス、うん、ちょっと違うか、なんかチワワにしとく、チワワにしとく、なんかほんまにちっちゃい犬、あ、うん、あれでいいやん、なんだっけ、何、カップヌプードルみたいな、ティーカッププードル、ちっちゃい、こんなんやんティーカッププードルでいいやん、ちっちゃリンカ、お前それぐらい、私は、私は、なんか分かんない、むずいな、動物って何、この質問さ、なんか、まあ、されたりするやんか、大体、うん、困る、困る、分からへん、分からへん。あ、でも最近思うのは猫、あ、ぽい、猫、何やったっけ、猫、なんかつかず離れずみたいな感じが猫っぽいなって猫思う、うん、猫っぽいわ。泉は、ユズミン何やろな一番むずい、むずい、でも性格的に、うん、なんかツンツンと、うん、デレデレが混ざってるから、何やろ、猫猫ちゃうな一瞬、え、難しいよなこの質問って。結構ユズミン大きめの犬じゃね、あ、割とデカめの犬、あの白いモフモフしたやつ、あ、そうそうそう大きめのワンちゃん、いいやん。ミユは何やろな、ミユむずい、なんで、何やろ、何がいい、何がいい、何がいい、え、難しい、犬、みんな犬や犬やけど、でも中型犬、あー、はいはいはい、あ、でも言われてた時あるかも、犬みたいって、うん、なんか柴犬とかその辺いいや、じゃあ柴犬で6分の3で犬でしたはい、じゃあ次お願いします。はい、続いてはこれで、はいはい、ラジオネームうさみさゆさんからうさみやん、またかあいつあいつ選ばれがち、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、質問、はい、焼き鳥は何の部位が好きですか。なんなんそのしょうもない質問めっちゃしょうもないめっちゃしょうもないよ私皮、あ、塩の皮、私はですね、なんやろうな、なんかお店によって違うけど、ささみは好きやな、ささみ明太とかさ、ささみ梅しそとかあったりするやん、なんかすごい独特なものな、なんで美味しくない、まあ、わかんない、美味しいあと肝が好きです私、そう、なんか渋いな、肝美味しい。この間メンバーで、うん、スノボ行く前か、そうゲレンデ行く前に取り木行ったやん、行った、あん時にさ、テーブルがうちとアマネと、うん、マネージャーさんやって、でアマネとひたすら食べててんけど、うん、こっちでキモおかわりしてんの知ってる、なんか追加で頼んでんのは知ってたなんかその取り木の
肝の焼いたやつにあの塩ごま油添えみたいなのがあってさ、うん、それめっちゃ美味しかったんやんか、それはマネとひたすら食べてた。すごいな、こっちはもうなんか個々の戦いって感じやったねマジ一人うん、あれでも違うか、なんかラーメンとか、うん、あラーメンも食べた、あとなんかリンカとウサミご飯みたいな食べてたし、あ雑炊、あそうそうそう、うん、でこっちめっちゃ串物めっちゃ頼んで多かった、やばかったもんな本数そうはい、そんな感じです、はい、さゆさん、さゆさんありがとうございますね。はい、続いての質問は、はい、ラジオネームコードブルーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、2月ということで、はい、バレンタインデーの思い出はありますか、うん、という質問です。何やろ。私アンデ。何？教えて。マジドキドキしちゃう。待って言っていいやつ？うん。去年の。思い出される去年のバレンタインデーの公演で。あとお腹痛い。思い出しただけの。マジそれしかないから。もう私のバレンタイン去年のバレンタインで、うん、あの袋を買ったのにも、あの普通さもうちょっとバレンタインってさ可愛、うん、い袋に包むやん。うん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 、でも買ったんですよ。うん、前日かその前ぐらいに、うんうん、ちゃんと買いに行って、うん、なんかレシピの、うん、レシピに袋のサイズも全部書いてあったから、うん、それ通りに買ったんですよ、うんうん、なんか入らなくて前日のほんまに夜に、うん、入らない、うん、どうしようって思って、うん、でその次の朝から公演があったんですけど、うん、入らないし、うん、買う時間もないとお店が開いてないから、うんうんうん、買う時間ないどうしようって思って私があのない頭を巡りに巡らせ考えた結果あの、うん、コンビニでジップロックを買って袋に入れるってこの時についたあだ名がジップロック缶のジップロックに中身丸見えの、うん、ジップロック缶のやばかったなあれ、そうみんなにごめんねって言ってジップロックだけどいいでしょって言って渡したんですけど、うん、あのまあまあ使えるっていうねジップロックが、確かにみんな言ってた使えるやんつって、いや私なんでしょうね、うん、あ私高校の時にサッカー部のマネージャーしてたんですけど、こう違う高2の時かな、うん、に、まあ、部員みんなに作ったわけですよ、まあ、マネージャーも含め、でその時、まあ、3年生は引退してるけど、まあ、一番絡みあったし、うんうん、っていうのであげたんやけど、その当時その1年生もめっちゃ多かって、で2年もまだ多かったんかな、で3年生めっちゃ多くて合計多分90個ぐらい作る、ねえめっちゃ作るやん、しかもなんかチョコ1個とかじゃなくてさ、そんなんダサいやん、うん、こんなちっちゃいのはいとか言ってさ、えなんか ありがとうみたいな感じでなんか、うん、なんかを組み合わせて作ってんけど、もうほんまにそれ以来1年ぐらいチョコ見たくないってずっと言ってるちゃんと作ったってことだよね、ちゃんと作った、えすげえ90個も、90個は言い過ぎかもしれんけど、でもそれぐらいは作ったかな、やばっ、でそれをあの家の冷蔵庫占領してたそれは見たくないなチョコもう、えそうなんですよね、まあ、そんな思い出はありましたけど、今年はねバレンタイン当日ライブありますので、はい、ぜひ皆さんもらってください、またジップロックに入れて渡します、最低やいいやろもうじゃあちポリ袋であげますいや、はい、続いての質問はラジオネームテルさんからの質問です、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、質問ですね、テンパレの楽曲でこれはまさに自分のために作られた曲だと思うものは、うんうん、はいはいど、うん、それ好きなだけやろしかも自分がいい時の曲やしなあでも自分が、うん、入ってからの曲で言うとなんやろな、ゼルダかな、おうん、それはなぜ、え歌いやすいまあそんなそういう感じよねまあ言うたらな、歌いあうーん、あでもハーレクイーンかな、ああはいはい、ハーレクイーンっていう曲があるんですけど、うん、これまあ自分で私も作詞してて、うん、でその曲のイメージをみんなでその作曲家さんにお願いした時にも、うん、まあ、こういうのどうって言ったのがあの採用されて、そのまま曲になって、うん、しかも理想通りやったから、わ私の曲ですねいいですね、もういただきます、私卒業するんでもうそのままハーレクインいただきます、ダメですダメです
みゆは私は、うん、悩むけど、うん、アリス。あ、だってアリスやもんね。そう、アリス、あ、そう、アリスの曲っていう曲があるんですけど、うん、それってメンバー一人一人キャラクターがね、うん、あるんですよ、うんうん、帽子屋さん。そうで、私はアリスなんですけど、うんうん、でこの曲ができる前から私ずっとアリス好きなんですよ。普通にキャラクターとしてね、そのディズニーキャラクターの中でアリスが好きなんですけど、うん、そのタイトルをもらった時に、うわ来たって思って、これわしのためやんって思って。そういい感じやな。アリス大好きですね。じゃあアリスですね。そう、まあ、まあ、いろいろあるけどね、うん、好きな曲とかもはい、じゃあ次行きましょう。はい、続いての質問は、はい、ラジオネームたかしさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。質問、メンバーで一人選んでユニットを組むなら誰ですか。うん、むずいな、むずいな、え、むずいな。あ、でもミユかな。なんで、あの、私声低いけど、うん、ミユ高いから、はあ、あー、バランス取れるよね。そう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 、いけるな、合わせれるで。俺チホリの声に合わせれるでそう、最近なんかな、そう、一心同体やもんな。一心同体してるからそう、二人で歌う時結構多いけど。確かに多いわ。いい感じな気がする。そうから、みゆ、みゆで。ありがとう。わしもチホリと迷うけど、イズミン。おー、え、じゃあ相思相愛、イズミもミユって言ってたよ。そう、嬉しい。でもなんかイズミ、そうやね、うん、なんか声質が一緒なんですよ、意外と、うん、そう、なんか一緒な気がして、うん、イズミとやりたいかなみたいなイズミさん、そうだそうですよ待ってます、待ってますはい、じゃあ次行きましょう。はい、続いての質問は、はい、ラジオネームプッチンプリンさんからです。ありがとうございます。質問、はい、グループの魅力を教えてください。騒がしいそれ魅力なん、うん、まあ魅力っちゃ魅力か、うん、だ、なんかバラバラのようでまとまってる騒がしい。確かに確かに、かな。あと仲がいい。あー、それはね思うよ、うん、仲いいんよ。仲いいんですよ、うん、そう、でも同じ感じかも。個性豊かよね。うん、うるさいんですよこの人。やめて、わしよりうるさい人もっといっぱいいるからうるさみとか、うるさみとか、うるさみとかいるだけでうるさいからそう、でも、でもそう、ふざけてる、うん、なんか普段とか MC とかはめっちゃふざけてるけど、うん、ほんまにやるってなった時はめっちゃやるタイプ。あ、まあ、ちゃんと確かに、あの、スイッチの切り替えがうまいよね。そうそうそう、だからなんかステージもかっこよくできるし、うん、なんかわちゃわちゃもできるし、うんうんうん、なんかいいよねってもう、魅力ですねそう、そこがすごい魅力な気がしますね。です、です。じゃあ最後の質問をあれ全部言わなかった今あれ、もう言った、言ったわ、じゃあじゃあ今のが最後の質問だった、はい、多分言ってたら分からなかった全部言いました言いました。はい、ということで、あの、今回読まれた方はですね、あの、ライブでのステッカーの渡し、はい、また郵送させていただきますので、ぜひご連絡ください、はい、よろしくお願いします。はい、ということで2曲目の曲に行きたいと思うんですけれども、続いての曲は、アルバムのハルモニアからこちらお聴きください。ヘチホック。君のジレンマ二つの道、どちらの針が正解か。完全な最後の試合
今お聞きいただきましたのはヘッジホックでした。こちらはですね、はい、なんと私が振り付けした曲になっております。あ、今日そういう回、あ、そういう回、いや、わかんないわからんけどわかんないけど今日そういう回かもしれません。結構これもね、踊ってて楽しくしたので、はい、めっちゃ楽しいよ。痩せるしね。そう、ファンの人人気が意外と高くてびっくりしてる曲です。これはね、ぜひ皆さんもライブで見かけたら一緒にやっていただきたいです、はい、はい、ということでですね、今回のこの放送日2月2日なんですけれども、なんとスノーマンのリリース日になってます。イエーイ。はい、このね、冬の新曲、はい、夏の私たちの曲ハッピーアワーっていう曲があるんですけれども、まあそれと対局というか、うん、まあ冬の曲ができましてですね、うん、はい、まあ去年末に北海道に行ったのがきっかけでできた曲。そうね。で、まあその歌詞とかにもね、時計台とか入ってたりとか。北海道らしいね。そう、振り付けもね、今回は宇佐美優がしてる曲になるんですけれども、はい、まあこの曲、私、3月の21日に卒業することが決まっておりまして、私の、参加するラストシングルになるんですけれども、どうですか？苦しいよ。いや、嘘泣きすんな嘘泣きすんなでもスノーマン、うん、割と好きですよ、うん、なんかね、いいのよ。え、なんかさ、そのこの歌詞もらった時にはさ、まあ言ってなかったわけやん、卒業するとかもさ、うん、あの時点では、まあ、もう決まってて、で卒業ソングじゃないのに、なんかめっちゃ卒業ソングやと思って、うん、なんか、うん、そう、わかるわ。やんの歌詞がな、切ないよ、なんか知らんか分かんないけど、そう、もうでもそれ、ま、を歌わせてもらってるということで、うん、まあ、この2月2日リリースになってますので、うん、でこの放送日も2月2日、うん、なんでぜひ続いての曲はこちらの曲をお聴きいただきたいと思います、はい、それでは聴いてください。 SnowmanI'm not afraid to die.
収録が終わりました。どうでしたか？めっちゃ見られてたな。なんかほんまに通りすがりの人とかがチラ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 こっち見てんなって思いながらそう、いつかはなんかさ公開収録みたいなのできたり、そのやりたいな、言ってうん行きますってめっちゃ見てるみたいな、ね、恥ずかしいけどな確かに。はい、ということで地方民友会は以上でございましたので、あ、スノーマンいかがでしたか？はい、これからライブに向かいたいと思います、私たち。では皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。今日はみゆさんとお誕生日当日です。おめでとう。ありがとう。ということで今ラジパレをね収録してきたんですよ、イコラジオさんでね。はい、でも誕生日一切触れてない。収録ってか生放送じゃないし、そうなんかな、後日2週間後の後日談みたいなのあるからな。そう、まあでもね、今日フェアリーテイルズ大阪さんに来ているんですけれども、見てください、可愛くないですか？ハートえちゃうの、もう可愛くない、羽羽やねこれ全部すごいな、羽やね、ね、抜けたら終わりやん、いつのミユやこれ。髪の毛青いもん、若干この人青からこんな色になりました。汚い色になっちゃった。え、でもすごいな。昨日のピチューたちもいますよ。そう、昨日のあのテラスでねやらせていただいたんですけど、そのピチューさん。頑丈すぎるやろこいつら。その子がね立ってもらってるんですけど、ありがとうございます。おめでとう。ありがとう。22歳の幕開けとしてどうですか？そんな変わらない。起きても、あ、そういえば今日22歳やったって確かにそう、でもほんまにな、オレンジ花にすると綺麗ですね、すごい嬉しいんですよ。可愛いね。じゃあ今日の、はい、当日の生誕ライブに向けて一言お願いします。ぶちかますぞー。やばうおーおなんかみんな気に入ってくれてるみたいな感じ。おお頑張るぞ。
なさい。まだのそうだった。ハートになってる。すごい。いちごがハートってこと？そう。このめっちゃ可愛い。めっちゃフルーツ乗ってる。すごい。やったー。ありがとう。やったー。嬉しい。撮るとめっちゃ嬉しい。そうで昨日のピチュールのケーキも。お味はどうでした？食べたの？うん。なんか黄色いからバナナ味かなって思って食べたら、うん、あの普通のいちごショートケーキやったら、ああ良かったですね。もうごめんねって言いながら、うん、確かに耳から切った。耳切ってあの胴体切って、でもあの顔文字みたいにして、そう顔文字みたいに、だから今でもそう食べきれなくて、あの顔の半分だけ残ってる。せーの。